はい、JR ね、宮島口から、フェリーターミナルまでのね、動線確認です。駅からはこれ道路ね、横断するのに横断歩道がないので、地下道、そっちとあとこっちにね、地下道の入り口があるので、地下道を通って、渡ります。で、こっち渡ってきたらこんな感じね。はい、でこちら側にはね、穴子飯で有名な上野さんがねあります。エレベーターこちらにねあります。で、左手にはねセブンイレブン、あっち、右左どっちからの方がいいんだろうか。左の方が若干いいのかな。左から上がった方が若干近いんかな。あんま変わらんか。どっちしましても、この辺ね、横断歩道には信号はないですね。で、渡って向こうがフェリーターミナルなんでね、どっちも同じぐらいですね。左の方が若干近いかなっていうぐらいか。信号があったらね、差はありますけど、信号ないんで、どっちも。で、左側が広電の宮島口駅、こっち広電、あっち JR。 はい、でこちらが宮島口のフェリーターミナル。で、乗り場がね、2箇所ありまして、赤い方ね、右側が JR さん、青い方、左側が松田駅線さんとなっております。こっち JR、 こっち松田さん、こんな感じです。で、向こうまっすぐ行ったら、宮島口の市営の駐車場です。はい。